ヒカルが地球にいた頃は野村水希による日本のライトノベルシリーズ。イラストは竹岡美穂が担当。ファミ通文庫より2011年5月から2014年4月まで刊行された。前作文学少女シリーズ同様実在する小説が題材となっている。題材は源氏物語であり、登場人物の名前に源氏物語の登場人物などの名前が、 使われている。また、裏設定として、現氏物語以外にもう一つ題材があると、されている。友達を欲しながらも、高校デビューに失敗し、周囲から不良と誤解され、避けられていた赤木事項は、ある日学園の女生徒たちの憧れの的である三角、角光に声をかけられ、顔見知りになる。 大勢の女性と交際し、一見すると充実した学園生活を送っているかのようなヒカルも、また、実は、同性の友達を欲していた。しかしヒカルは、ゼコウと本格的な信仰を築く前に、突然の死を遂げてしまう。ところがヒカルの葬式に顔を出した、ゼコウのもとに、死んだはずのヒカルが幽霊となって現れ取り付いてしまい、彼から現世に残した、 女性関係絡みの未練を解決してほしいと懇願される。幽霊となったヒカルの姿や声を認識できるのは絶好だけで、ヒカル本人にも他に成仏する方法が思い当たらないため、絶好はコア表で誤解されやすく人付き合いが苦手というハンデを抱えつつも、ヒカルと信仰のあった女性たちと関わっていくことになる。キャストはドラマ CD 版のもの。 2012年8月30日発売特装版末的化ヒカルが地球にいた頃に限定特典として同封された。春山崎風愛による原作第一巻青いヒカルが地球にいた頃のコミカライズ版がウェブコミック配信サイトガンガンオンラインにて2011年10月20日から2012年12月20日までインターネット配信で連載された。 単行本は全3冊が刊行された。青い、光が地球にいた頃、2012年6月22日、発行 ISBN978 から4から757536289青い、光が地球にいた頃、2012年12月22日、発行 ISBN978 から4から757538214青い、光が地球にいた頃、 2013年3月22日発行 ISBN 978から4から757538993第1巻青い光が地球にいた頃作者後書き ABCDE 松的か光が地球にいた頃にドラマ CD ほか豪華特典付きの特装版が登場ファミ通文庫 FB オンラインエンターブレイン 2012年6月1日閲覧。青い、光が地球にいた頃。コミカライズが10月20日より連載開始。FB オンライン模擬立て文庫ニュース。エンターブレイン。2011年10月20日閲覧。青い、光が地球にいた頃に関するカテゴリー。ありがとうございます。